この程度でくたばりやがるんじゃ使い物にはならんわな。せっかく料金弾んだのに無駄骨じゃねえか。今のところゼロ次元の存在は誰にも観測できちゃいねえ。だがさっきの理論が本物ならゼロ次元は確かにある。引きずり出す方法もわかってる。一次元の点を切断すればいい？そういうこと。だが具体的な手段が問題だ。包丁で豆腐を切るのとはわけが違う。いろいろ試してみたがやっぱまともな実験機材じゃまともすぎて話にならねえ。で、まともが通じない学園都市の能力者に白羽の矢がブスリッと。そんなとこだ。ま、俺の場合はレベル5であることにこだわりはねえ。例えば11次元を利用する空間移動系でも。こんなのはお呼びじゃねえわけだ。おい人形、仕事だ、働けよ。戦闘行動を開始しますと美坂は宣言します。なんで私に盾つくのかな。我が前に立つ意味わかるのであるか。健闘を祈ります。試合の開始。あんたは誰に歯向かってんだ。ほら答えてよ。倒せると思ってたのかよ。十分な戦果ですと美坂はすかさずねぎらいを口にします。